レクサスが新型 NX を発表しました。技術面のトピックはブランド初のフェブの登場。日本の高級ミドルクラス SUV の進化を解説しましょう。はじめに次世代レクサス第1弾6月12日。レクサスは新型 NX を世界初公開した。NX はレクサスの SUV ラインナップの中では UX の次に大きいクロスオーバー SUV だ。 海外では、コンパクト SUV に相当するが、日本では、ミドルクラス SUV と呼んだ方が当てはまるようだ。レクサスというブランドゆえ、日本でも、海外でも、競合車種は、BMWX3 や、アウディ Q5、メルセデス・ベンツ GLC といった、プレミアムクロスオーバー SUV になるだろう。NX は2014年に発表された現行型が、初代となり、 新型は2代目となるプレミアムアーバンスポーツギアをコンセプトにした現行型 NX は都会を機敏に駆け抜ける高い走行性能と SUV らしい力強いデザインが好評となり2021年4月末時点で90以上の国と地域で累計約100万台を販売一クラス上のクロスオーバー SUV である RX ともにレクサスのグローバル コアモデルへと成長した。そんな NX がカーボンニュートラル社会の実現と多様化する顧客のニーズやライフスタイルに寄り添う車作りを推進させる次世代。レクサスの第一弾モデルとして新型にフルモデルチェンジされた。では、その概略を紹介していこう。新型レクサス NX 外観。新型 NX のボディサイズは全長4660全幅1865。 全高 1640mm、現行型と比べて、20mm 長く、20mm 幅広く、5mm 高い。ホイールベースは 2690mm で、現行型より 30mm 長い。つまり、数値上はサイズアップしているが、それほど大きく変わったわけではない。デザイン面では、レクサスのアイデンティティである、スピンドルグリルを起点に、 大きく張り出しながら、リアフェンダーに向かう立体で、スピンドルアーキテクチャーを進化。新型 NX のリニアな走りを表現している。さらに、フロントフェンダーからキャビンに駆け上がる立体が、リアフェンダーに向かう立体と交差し融合する造形で、レクサスの独自性を追求している。グリル面は垂直に立てて、ボンネットフードを、フロント先端間際まで伸ばし、塊感を強化。 直立したグリルは、ラジエーターの冷却性能を向上させる働きもある。サイドビューでは、直立したグリル面に向かうボンネットフードで、伸びやかさを表現し、リアオーバーハングを短くして、軽快感を演出。またベルトラインの直線部を短くし、リアへ向かうキックアップを強調して、キャビンに凝縮感を与えている。車体後部は、バックドア中央に向けて、スピンドル形状をモチーフに絞り込み、 リアフェンダーがスピンドル形状を挟み込む造形がキャビン周りの凝縮感とタイヤの張り出しを強調する。リアコンビネーションランプは中央に配した1文字ランプと左右の L 字型を独立させて NX の個性を追求した。バックドア中央には従来の L 字ブランドマークではなくレクサスロゴが配され次世代レクサスを象徴している。新型レクサス NX 内装。インテリアは 2019年に発表されたコンセプトカー LF30 エレクトリファイドで発表されたタズナコンセプトに基づくコックピットが設計された。これは人が馬を操る時に使うタズナに着想を得てステアリングスイッチとヘッドアップディスプレイを高度に連携させ視線移動や煩雑なスイッチ操作をすることなくドライビングに集中しながら 各機能の制御ができる空間を実現しているドライバーとパッセンジャーには最適な射出が演出されヘッドアップディスプレイからメーターへ前後方向につながる情報表示系とヘッドアップディスプレイからセンターディスプレイにつながる操作系の構成が運転中のスムーズな視線移動を実現またスタートスイッチシフトレバードライブモードセレクトスイッチなどを ステアリング周辺の自然に手が届く場所に配置したヘッドアップディスプレイとステアリングのタッチセンサースイッチを組み合わせたタッチトレーサーオペレーションは手元を見ることなく視線を前方に置いたまま直感的に操作できるさらに大型のタッチディスプレイの採用で多くの機能をディスプレイ内のソフトスイッチに集約し直感的に操作できる配置形状を追求しているステアリングも 新開発でこれまで培ってきた握りやすく操作しやすい形状を継承しつつ、ホーンパッドの小型化やスポークデザインの変更でスポーティさを向上。シフトレバーはバイアンや機能用を新開発し、しっとりとした触り心地や操作しやすい形状を追求している新型レクサス NX シシャシー。シャシーはが軽プラットフォームを進化。駆動力をしっかり受け止めるために、 サスペンションメンバーなどに補強ブレース、補強パネルを追加し、カウル形状を見直し、板厚も上げている。骨格の接合には、レーザースクリューウェルディングや、構造用接着剤に加え、レーザーピーニング溶接技術を新開発し、現行型より、約35%接着長を伸ばすことで、接合強度を高めた。サスペンションも、新開発で、フロントは、マクファーソンストラット式、 リアはトレーリングアーム式ダブルウィッシュボーン。新開発のダンパーは修道部品の変更で微低速の減衰力を確保している。ホイールはスタッドボルトとハブナット締結からハブボルト締結に変更。光合成化とバネ下の軽量化により、スッキリとした手応えのあるソーダフィールと質感の高い乗り心地に貢献する。ステアリングにはレクサス発のバリアブルラックギアを採用し、 高速域の安定性を保ちつつ、コーナリングでのクイックなレスポンスを両立させた。また、低速域での取り回しの良さにも寄与している。ブレーキは、人間工学に基づいて、神経上のブレーキペダルパッドを開発。踏み替え、踏み込み操作のしやすさを追求している。さらに、FEB と HEV には、ペダル戻し、減衰機構を、レクサスで、初採用し、 ペダル抜き操作の動的質感を高めている。新型レクサス NX パワートレイン。新型 NX には6種のパワートレインが設定されている。まず、レクサス初のフェブプラグインハイブリッド車となる NX450H は2.5リットルエンジンと THS2 プラグインシステムトリアモーターを組み合わせた E4。全国動力配分は100、0から20。 80の間で可変する。f e ブは日米欧など一部地域のみで販売予定だ。HEV ハイブリッド車の NX350H は2.5リットルエンジンと THS2 システムを搭載。FF モデルとリアにモーターを搭載した E4 全国動力配分は f e ブと同じの2種を設定する。NX350 は 新開発の2.4リットル時下4ターボエンジンと高トルク対応型ダイレクトシフト8速 AT に新開発の電子制御フルタイムオード全国動力配分は75、25から50、50まで常時可変を組み合わせる。このパワートレインはカイスポーツのみに設定予定だ。NX250 は高効率の2.5リットル時下4エンジンと ダイレクトシフト発足 AT を組み合わせたエントリーグレード FF モデルと電子制御スタンバイオード全国動力配分は100、0から50、50まで可変を採用したオードモデルを設定している。なお、地域限定ラインナップとして NX400H 中国のみ2.5リットルフェブ FF、NX260 中国のみ2.5リットル自家4。 ダイレクトシフト発足 ATFFNX200 台湾ロシアのみ2リットル時価4ダイレクト CVTFF なども設定される予定だ。いずれも詳細なパワースペックは今のところ公表されていない新型レクサス NX 装備プレミアムブランドレクサスの新世代モデルにふさわしく安全快適装備は充実している先進安全技術では 人と車が互いにサポートし合うスムーズな共同作業の実現を目指し、ミリ波レーダー及び単眼カメラの検知範囲拡大により、各機能の性能向上や一般道での支援を行う新機能を追加した最新のレクサスセーフティシステムプラスを装備しているドアのラッチ、アンラッチを電子制御で行う E ラッチとブラインドスポットモニターを組み合わせた、停車時のドア操作に禁する 自己防止に貢献する安心降車アシストドアオープン制御付きを世界で初搭載したスマートフォンを介してロック、アウンロック、エンジンスタートなどの車両操作ができるデジタルキーやスマートフォンにより車外からの遠隔操作を可能とし不慣れな場所や狭い場所での駐車を支援するレクサス発のリモート駐車機能付きアドバンスドパークなど最新の予防安全技術と 先進技術を採用。その他、14インチのワイドディスプレイを採用した、最新のマルチメディアシステム、コネクテッドナビ、マークレビンソンプレミアムサラウンドシステムなど、インフォテインメントの充実ぶりも、このクラスでトップレベルにあると言えるだろう。新型レクサス NXF スポーツ。他のレクサスモデルと同様、新型 NX にも、スポーティグレードの F スポーツ。 F スポーツが設定される。エクステリアでは20インチの専用アルミホイール、フロントバンパーロアのスポイラー、そして存在感のあるサイドガーニッシュなどを装備している。インテリアでは新開発の専用ステアリングホイールに加え、フロントシート、アルミペダル、シフトレバーなどを専用設定し、カイスポーツの名にふさわしい走りのイメージを強化。パワートレインでは 新開発の2.4リットルターボ電子、制御フルタイム 4WD の組み合わせは、イスポーツのみに設定される。足回りには、最新の AVS、アダプティブバリアブル、サスペンションシステムイコール減衰力可変サスペンションシステムを標準装備し、操縦安定性と乗り心地を高次元で両立させた。公表されたスペック、新型レクサス NX の日本における発売日は、 2021年秋頃を予定している主要諸元は現時点では一部のデータのみ公開された。詳細なスペック及び日本価格は今後明らかになるボディサイズ全長 4660mm 全幅 1865mm 全高 1640mm ホイールベース 2690mm パワートレインプラグインハイブリッド NX450H 2 5リットル自家4プラグインハイブリッド CVT ハイブリッド NX350H 2 5リットル自家4ハイブリッド CVT 2 4リットルターボ NX350 回スポーツ2 4リットル自家4ターボ 8AT 2 5リットル、n x 250 2 5 0 2 5ル自家4自然吸気、8AT